よっ。よっ。そうですか。ルティネ、呪文教えて。リム、頑張って覚えるのよ。お願いします、ルティアさん。実はつい先ほど、この村でもバカラス病が確認されたのです。私はその方に治癒呪文を施しました。ですが、治すことはできませんでした。そんな…どういうことですか？わかりません。ただ、今回のバカラス病が以前のものと違うことだけは確かです。普通にマイク横やっとって。病の根源を知り、理解し、呪文に組み込むことで初めて完成するもの。新しいバカラス病を治すには新しい根源を知らねばなりません。新しい根源って？それがわからないのです。すっかり女やな。わからないことはじいちゃんに聞くのよ。じいちゃんはいろいろ物知りさんなの。また戻らないか。そっか、ギムドさんなら。よし、今すぐトリオムに戻ろう。お待ちください。どうかこれを。石亀。呪文石。さすがはリムちゃん、すぐわかったのね。簡単なのよ。呪文石？治癒呪文を完成させるには、病の根源を見つけ、持ち帰らねばなりません。呪文石は、そのための入れ物。サンプルケースみたいなものかしら。これに病の根源を入れてくればいいんですね。そうです。本来なら私が行くべきなのですが。任せてください。僕たちにはリムという頼れる仲間もいますから。仲間いらないのよ。仲間ほっぺがなんだか緩むのよ。おやおや、仲間がそんなに珍しいんですか？フェイズはいいの。あなたとは一度本気で語り合いたいものです。それじゃあみんなで村に帰るのよ。気持ち悪い。こんな、ちょ、3D にせんでいいやんけ、思うけどな。 3D って 4K やけど。画質ちょっと汚い。下げとるかな。どうやって帰るの？帰るのよって。こっちから帰れんの？どうやって帰るのよ。こっちから帰れるのかな。あれよっと。あったあった。プレスの5やりたいんやけどな。プレスの5やってバンになったら死ぬしな。
メカのやつがあれなんかな、鉱石掘るやつなんかな。あー誰使うかな、ほんまやつとか使いたくねえしな。このゲームは極端にあれやな、いいキャラと悪いキャラの客観すぎる。これ使えそうね。鉛筆強いけど燃費が悪すぎる。これでじいさん知らんよだらぶっ殺すぞ、うん、病の根源などと言われても、ほらやっぱ知らん。正直私にはまるで見当がつきません。ただじいちゃん糖尿気づくじゃん。大丈夫だリムル申し訳ない。以前お話ししそびれていたのですが、数ヶ月ほど前この地に星の船が落ちてきたのです。なんだって？星の船って私たちの他にもですか？それからほどなくのことです。見たこともない魔物が現れ、病にかかる者たちが出てきたのは。魔物、それに謎の病、偶然にしては出来すぎていますね。ねえエッチはどう思う？エッチ、うん、ねえちょっとエッチ。ああ僕もその星の船が気になるよ。つまり星の船が病の根源を持ち込んだと。調べてみる価値はあるんじゃないかしら。ギムドさん、その星の船はどこに？リノア山脈に落ちました。噴煙の谷を越えた先、かなり険しい道のりです。しかも多くの魔物が救っており。問題ありません、任せてください。おお、なんとお礼を申し上げればよいか。どうぞこれをお持ちください。噴煙の谷を抜けるのに必要な。じいちゃん、じいちゃん、じいちゃん、しっかりしてなのよ。なあ、ウンショさん大丈夫？リムル、君はギムドさんのそばにいるんだ。病の根源は僕たちで何とかするから。あ、大丈夫、エッチつことられないよな。安心して待っていてくれ。回復薬が、
ヒーラーがおらんようになったやねえか。すまんリムル、もう収まった。強く、そして優しい方々だ。人のためためらいもなく基地に飛び込む。やはり天が使わした神なのかもしれぬな。キモ。違うのよ。友達なのよ。エータンたちは神様なんかじゃないのよ。エータンたちはね、仲間なのよ。言ってもいいのだよ、リムル。じいちゃん。誰にも心を開かなかったお前が、あの方々には自然な顔を見せる。お前の表情なのよ、あれやろ。それが嬉しい。こんなじいちゃんばっかし見よったら、もう顔やって目がならんわ。お前が直してくれるのだろう。すぐに元気になるよ。待ちの外ってすごく。レイミ。何？星の船ってアキュラじゃないかな。様子がおかしいと思ったら、そんなこと考えてたのね。そんなはずはないわ。星の船が落ちたのは何ヶ月も前のことなのよ。そうでしょうか。え？僕はエッジさんの推測が的外れとは思えません。ワープ工法はいわば時間を歪めての移動です。ですから、もしその移動中に誤りが生じたならば、異なる時間の流れに行き着くことも考えられます。例えば一瞬のズレが数十年単位の誤差を生むことも。そうよ、エレーミア。エレーミアがどうした。あっ、共にワープ異常となり同じ惑星に墜落したのに、エレーミアのクルーは単独行動をとっていた。私たちと合流しようともせず。それはどうして。考えられる答えは一つ。彼らがワープアウトしたのは僕たちが到着するより前の時間軸だった。そういうことですよね、フェイズさん。その通りです。やっぱりクローの船かもしれない。でもだとしたらどうして。エータン。リム。忘れ物なのよ。仲間を忘れているのよ。確かに仲間を忘れちゃいけないな。それじゃあ行くのよ。何、炎のリングって。むせる。チャージする。ピックポケット。お前とかけちゃうやろ。どこで回復するん、ピックポケット。
ただで止めてくれと同じ。それでもか思うぐらい盗むっていうか、お前じいちゃん盗んでこないかんわ、死ぬ前に、死ぬ前にビッグポケットしとかねえか。よし、テーモアムレット、よかった。わからん。はい。こんなばあさんからチョコレートもらったって嬉しくねえな。ちょっとあれしてみるか。なんか
けれるかもしれない。なんか壊していけるようになったんかな、場所が。錬金はいらんな。鉱石を取ってこないかんってことなんやな、うん、ってことは鉄はいらんってことやな。鉄は解雇やな。ここにどう行けってなんか説明受けてないからです。ちょっと説明だけ受けとこうか。まあまあ、まあ、えっちゃダメージ弱くなるから。ダンジョンのところにアイテムを回収しとけっていうのがあるね。あそこやな、あっこやな。ちゃんとマーキングしてくれとるわ。you
ャリあれや。まあ、ブラッブラッといいし、じいちゃんすげえの持ってるな。最大取れるのは別に。嫌いじゃない。だ
手応えのない相手でしたね。サーベルタイガー。どうして使ってるで。こういう時こそみんなに勝てない。でしたね。めっちゃカメラアングルがあるな。平常心でテレビをつけちゃう。系じゃないとダメやな。みんな無事で何よりね。
プラスチックボムを手に入れた。相手でしたね。はいか。いい経験ができました。スコテ回収だけってなんやねん。あ、パミシュー。
いか。まだいいわ。まだ使わんと。誰使うかな。でしたね。まあレベルいっぱい上げて。練習の成果を。ああ。